はい、どうもこんにちは、くまでーす。今日はですね、こちら、これをちょっと試してみようと思います。これ何って感じだと思うんですけども、これですね、耳栓ですね。簡単に言うと耳栓です。ただ普通の耳栓ではありません。書いてあるようにミュージックってことですね。音楽鑑賞用の耳栓ですね。今 Amazon で音楽鑑賞用耳栓っていうので、で検索するとこれがなんかおすすめで出てくるんですよね。ルックスもそこそこね良くて、値段はですね、耳栓としては結構いい値段で、2690円ですね。まあまあいい値段ですよね。普通1000円もしないぐらいで、多分普通の耳栓だったら買えると思うんですけども、それが2690円。まあ音楽専用ということもありますが、まあこれをですね、ちょっと試してみようと思います。一つ前の動画で、耳にっていうのでやったんですけども、実は自分持ってなかったんですよね、こういうの。なんで、買ってみました。まあ特にライブに行くっていうわけでもないのであれなんですけども、まあこれつけて、ヘッドホンですね、結構大きい音で聞いたらどうなるかなと思って、ちょっと試してみようかと思います。ちょっと伝わりづらいと思うんですけど、僕の感想ですね。で、ちょっとお楽しみいただければと思います。じゃあ早速開けてみますね。なんだこれ。これなんだ？よくわかんないですけど、これが入ってます。で、あ、3つあるんだ。4つじゃないんだ。どういうこと？こんな感じですね。わかりますか？これ、ここをつけると思うんですけど。これが3つですね。これがケースなんですかね。回して、あ、この中には何も入ってないですね。ちょっと開けてみます。なんじゃこれ、ちょっとよくわかんないんで。一応なんか図解で書いてありますね。ああ、なんとなく分かってきました。この中に、ちょっとこれ赤くなってるのが分かると思うんですけど、これが、おそらく、これがそのフィルターっていうんですかね。で、この後ろに書いてあったんですけど、ここですね。このフィルターを変えることによって、どれぐらいシャットできるかが変わるみたいですね。で、ここの、これにこの取り方が書いてあって、これで、あ、取れた。グッてやると出てくるんですね。これが。で、これを変えると。するとこの音のやつが変わるってことですね。どれだけ音が抑えられるかを変えられるフィルターを変えられると。どれが一番強いんだ？あ、これ色ついてるね。赤、今ついてるのが、まあ真ん中のやつがついてるんですね。赤、黒、クリア。黒、赤、クリアですね。の順で、これが強い、真ん中、弱いっていう感じですかね。で、黒が一番音量を減らしてくれて、この色のついてない、クリアーな色。これですね。これ。これが、一番弱いやつ。で、これが一番強いやつって感じですかね。ではまあ、そのままついてる赤でやってみますか。とりあえず。
よし、じゃあ早速つけてみます。これがついてるんで、これをこう持ってこうつけるみたいですね。周りに音があんまりしてないんで、今ちょうどセミが鳴き止んじゃって、セミの音でわかるかなと思ったんですけど、ダメでしたね。じゃあちょっとなんか音楽かけて聞いてみてやってみようと思います。よし、ちょっとですね、音量をガツガツに上げてみます。あ、うるさいでね、これをこの音もねバリバリのヘッドホンをですね、これでどれだけできるか、そして音質はどうなるかやってみます。よし、入りました。じゃあちょっと行ってみます。さあどうなるか。お、ほうほう、これはすごいですね。これすごいですね、確かに。確かになんかこもった感じで聞こえるわけではないですね。結構クリアな感じでそのまま音がちっちゃくなって、このヘッドホンの低音でビリビリ言うのは伝わるんですけども、音量はちっちゃいんでかなりいいですね。ほうほう、すごい。かなり漏れてくるほどの爆音で聞いても普通に聞こえました。普通って言ってあれなんですけども、そのまま音がちっちゃくなる感じですね、やっぱり。すごいです。結構まあいい値段するんですけども、いいですね、これ。そのまま本当に音がちっちゃくなるんで。まあ、厳密に言えば、やっぱり生で聞いた方が、ちょっと高音域なんかはね、抜けて聞こえてたはしたんですけども、もうこもって全然音楽として聴きたくないみたいな、そういうことはなく結構クリアに聞こえるんで、これはいいと思います。なんでまあ今なんかフジロックが始まったりですとか、音楽イベントがいろいろ始まったので、やっぱり耳をですね、ぜひ大切にしていただければと思いますので、こういうアイテムを、まあ3000円ぐらいしますけども、まあ、耳をやっちゃうともう一生傷ついたままになっちゃう可能性があるので、まあ、ぜひこういうので自衛策を講じていただければと思いますんで、ぜひ皆さんも使ってみてください。僕は子供が泣いた時に左耳につけようと思います。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。このチャンネルではこういったギターに関する話題をですね、今回はギターというか音楽に関する話題でしたけども、発信しておりますので、もしいいなと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。